踏み間違いによる急加速を防ぎます。ホンダは安全運転支援システムに新たな機能を追加しました。低速で走っているときにアクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、音とディスプレイで警告し、アクセルを強く踏み込んでも加速しません。運転技術に不安を感じる高齢者や初心者などを支援し、事故の抑止や被害の軽減ができるといいます。明日発売する軽自動車 N ワゴンから順次導入していく予定です。交通事故死者ゼロを目指していくには、いかにヒューマンエラーをなくすかというところが重要な課題と考えておりまして、これからも次々に技術を進化させて対応していかなくちゃいけないというふうに考えております。